対ワルのアバロン、星2。ダンクエという VRMMORPG のガチハイプレイヤーである主人公のイーマンが、B テスターの権利をかけてクソゲー、運ゲーのダンジョンに挑戦して見事たった一人だけ生き残ることに成功する。そこから B テスターを始めたら、その MMORPG の悪役のクソ豚に転生するという親の子守歌よりも聞いたなろう系作品。この漫画の解せない部分は、せっかくクソゲー、運ゲーをダンジョンを制してたった一人だけ B テスターをできるという権利を獲得し、自分でプレイヤーをカスタマイズして始めるか、お任せで始めるという選択があるのに、お任せを選ぶという意味不明設定。前半でこれでもかってくらい、このゲームのハイプレイヤー感を描いたら、ほぼ 100% カスタマイズを選ぶのぜ、この主人公の性格設定だったらそうするのぜ。それを悪役のデブから始めたいってシナリオでお任せを選ばせるっていうシナリオが地下でビールを買わないカイジ君並みにダメダメなんだよね。例えばカスタマイズして超絶かっこいいキャラで出したのに雷が落ちて悪役キャラにさせるとか、そういうほんのちょっとの要素でいいから読者を納得させる作りが必要なのぜ。重箱の隅をつつくようだけど、面白い漫画とダメな漫画ってこういった小さな積み重ねをしくじるかどうかなんだと納得する漫画。